お母さんにま、育てられて、うんうん、あの、一回も音楽以外の仕事をしてなかったのね、お母さんが。一人親で、大変なはずなのに、うんうん、それだけで私を育ててくれた。うんうん、音楽だけやって生きていくっていうことへの可能性を、うん、うもうその、身をもって多分教えてもらったし、<laughs> そうそうそう。<laughs> 寮に入って、うん、朝から晩まで楽器,<ー>楽器と向き合う日々みたいな、うん、レゲエの中でトロンボンってすごい必要不可欠な、ね、楽器だし、うん、やっぱすごいレゲエを勉強したいなっていう気持ちがあって何、うん、かその、まあ、シンガーになるっていう目標は変わってなかったから、うん、卒業したら楽器はやめるつもりだったの。 ドーズは変わり者よりはばかるをテーマとしたポッドキャスト <coughs>。インタビューを通してそれぞれの違いを認め、自分自身の個性を見つめるカルチャー音声メディアです。今回の進行は小倉が担当します。そしてゲストはこの方、有馬さんです。はい、初めまして、有馬 <laughs> です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単な自己紹介をしてもらってもいいですか。はい、えっ、ー、と、有馬と言います。えっ、ー、と、シンガーをやっていて、で、まあ、ソロ。 でも活動してるんですけど、えっと、バンドレゲエバンドでアサウンドっていうバンドとあと玉「こだまザダブステーションバンドっていうバンドに、えー、トロンボーンと歌で加入してますそんな感じです。ということで今日は有屋さんのこれまでの活動を中心にいろいろお話を聞いていきたいと思います。はいえでも明日からタイに行くくんだっけあ、あよく覚えてるね <laughs> そう、あの 明日だだよね <laughs> <日>あ、違うそう今日仕事してであさっての早朝の便で幼少期はどんな子供でしたかなんか、まあ、ハーフで生まれてどことどこの血になるえっとね私はねアフリカの西アフリカ西の方のマリっていうマリ共和国っていう,うん、うん、ところで。 がお父さんでお母さんがえっ、ー、と日本人なんだけどうん、うん、そうどういう子供だったかでもなんか今の私をさらに誇張して <laughs> さらにすごいピュアにしたみたいな <laughs> もうなんか生まれたってのを忘れやすそう, <laughs> そうなんかだから基本的にはそんなに変わってないけどどっちかというとなんかもう私すごい基本的になんか 子どもたちとかうん、うん、そういうなんかなんだろうまだ,なんだうう宇宙から放たれたばっかり <laughs> かいきなりすごいスピルけどんかそうそう子どもとか動物とかをなんかすごい尊敬してるっていうかそこからすごい学ぶことが多いなっていつも思ってるんだけど先生みたいなうん、うん、幼少期の自分もうん、うん、もうなんなら今自分がなりたい戻りたい,たいそう戻りたいっていうかそうだ ちっちゃい頃の自分は本当になりたい自分そのままだったなっていうか、えー、今でも本当だからそこをたまに思い出して <laughs> あ、な,ね、なんかもうあの写真に変えろって思うぐらいだからすごいまずまあすごいポジティブな子供だったかな。うん、えー、そう。どういうところでそれはなんか感じてるまあでも本当になんか まああいいろろるじゃん子供ながらにさ <laughs> 辛いこととかなんかいろいろ壁にぶつかったりとかさ当たり前にあるじゃんけどなんかそれに対してやっぱり悪く取るってよりもなんかうん、うん、あでもだからこうやってやれたんだなとかうん、うん、だからこっちこの人とじゃ知り合えたんだなとかうん、うん、この可能性が広がったなとかうん、うん、なんなら強くなれたからもうこれからもっとなんか。 なんだろう人にも優しくできるしんか逆にこういうことで嫌だったからもうじゃあ、うん、あ人にこういうことされたら嫌なんだみたいなじゃあもうなんかこういうことはしちゃなんかもう優しくしようみたいなんかそういうすごいねポジティブで。 ナチュラルなエネルギーだったかな。えー、そう。<laughs> <分>すごい、ね。自分を褒めてる。自分を褒めてるいいで,でも本当に、やっぱ年々それってすごい難しくなってきてて、うんうん、やっぱり自分が年を重ねていろいろ経験するにつれて、うんうん、そう。だから最近すごいやっぱり、そう幼少期の自分から学ぶことが多いかな。うん、なんか、そう。で、まあもう一つ言うなら、 本当に物心ついた3歳とか4歳ぐらいの時にはもうシンガーになりたいって決めてて、うん、そうだからもう本当24時間寝てる時以外は歌ってる子供だった、えー、<う>なんでそれを3歳からそれはもう家にずっと音楽が流れてた なんか多分もうその影響は絶対あると思っててなんか私のお母さんもあのシンガーをやっててそうでお父さんもあのギタリストとあとマリーの,あの民族楽器の「コラ」っていう楽器をやっててだからすごい音楽が身近にあってなんだけどなんかどっちかというと私はすごい。 ビヨンセみたいなアイドル的な方にすごい憧れててんかそう,そういうアーティスト像をになりたいって明確に思い始めたのがうん、うん、本当なんかもう物心ついてなんか記憶があるさうん、うん、年齢ってあるじゃんうん,、うん、なんかこの時の記憶から覚えてるみたいなさそれがだいたい多分まあ4歳とか5歳3歳はないかなさすがに <laughs> ちょっともうだんだんそこも <laughs> 曖昧になってきたけどうんうん、うん まあそういうぐらいって考え、もうそうだね、本当物心ついた時にはもう歌う人になりたいっていうのは決めてって、うん、でまあその、今となってはなんかもうさ、うん、ビヨンセとか目指してないから、<laughs> そ,そうそうそう、目指すアーティスト像はもうすごい変わってきたんだけど、うん、そのシンガーになりたいで世界で、うん、あの世界共通、うん、みんなに世界中、 あの国関係なくみんなに聞かれるシンガーになりたいっていうのはうん、うん、もうその頃から決めてていう感じかな、えー、えちなみに <laughs>、うん、お父さんとお母さんどこで出会ったのっったって聞いたあな,んなんか、あのー、そうお父さんがその音楽の仕事で日本に,うにそう<あ>そう結構なんか頻繁に今もなんだけど、うん、っ結構日本と。 あのアフリカを行き来するっていう感じでやっててだから結構日本にいる時間も長い感じでそうそれでなんか出会ったって言ってた、えー、<laughs> 素敵え家ででも音楽ずっと流れててどういうやつが自分がすごい好きだった曲とかあります、うん、えー、っとでも一番最初にハマって、うん、なんかもうこの人を真似したい って思って、うん、もう超真似して歌い出したのは。うん、ジャクソンファイブ。なんだよね、<ー>確か。ジャクソンファイブのさ、ベスト版で。はいはい、あの二枚組のさ、やつ、あの C. D. のやつがあるんだけど。あれをもう。もう。何百回って聞いて、<laughs> で。 そう、すごい。だからもう、まず CD と一緒に歌うっていうとこから始めて、その後ぐらいにめちゃくちゃハマったのが、ホイットニー・ヒューストンのカセットテープがあって、うん、家に。そうそうそう。そで、それにもめちゃくちゃハマって、それも、だからもう、難しいじゃん、やっぱうんうん、うん。なんか普通に普通にそ、ね。そ,でね、<laughs> その時多分、小学校低学年ぐらいかな、きっと。はははいはいはい、はい だかからなんか普通にすごい全然さ最初は歌えなかったんだけどうん、うん、もうなんかすごいそこへの執念がすごくて、うん、私の原動力ってなんかそこですごい心をさ初めて聞いた時ってすごい心を動かされるじゃん,うん、うん、なんかやっぱりそういう音楽との出会いっていうのがあるじゃんで私にとってはそのジャクソン5とかホイットニーだったんだけどそういうのに出会った時に、うん あ私もこうやって歌えるようになりたいってすごいもうそこへのなんか執念がすごくてもう絶対同じようにあの歌えるようになるまでやるみたいなもうでひたすら歌うみたいなでそうだんだん近づけてってみたいなっていうのになんかそれがすごい好きだったのしすごいそこがなんか執念でそうだからその後いろいろハマったんだけどマライア・キャリーとか。 あと普通のポップミュージックもすごい聴いたし例えばニッキー・ミナージュとかケイティ・ペリーとか、うん、あとそれこそビヨンセ、うん、リアーナまあ本当にいろんな結構だから最初はアイドル系のフィーメルシンガーあと R&B かな、うんうん、全体通してえうのにすごいはまってだからその歌唱力っていうところと。 まあそのパワーっていうところにすごいやっぱりその執着してて。すごい。そう,そうそうそう。そんなになんか小さい頃に執着持ったものあんまりないかも。いやでも本当に今も超えられないぐらいすごい執念だったんでなんでそうなったんだろうね。ね。本当だからもうすごい魂が震える感じがあって、<あ>そういう新しいすごいものを聞くたびに、うん。音楽に対して。そう,そうそうそう。すごいって。 感情豊かな <laughs> いやねそうなんかすごいやっぱ、ね、それは多分絶対に親譲りだと思うんだけどあ<ー>音楽への執着でなんかだから自分のものにしたいって思ったやつをどん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 だからもう CD と一緒に歌ってうん、うん、なんかそう練習してってうん、うん、っていうところが始まりかななんか。えその 親のその音に対する執着みたいなのってどういう親の行動で感じたりしてた、うん、その音楽に対する。いやどうなんだろうななんかそこはどうだろうなんか強いて言うなら、うん、まあなんかお父さんとは、うん、あの一緒には暮らしてなかったからうん、うん、まあそういうなんていうの細かいところはあんまり知らないんだけど、うん、お母さんにま育てられてうん、うん、で。 まあ本当にその執着について強いて言うなら、うん、本当に私を産んでから、うん、なんか私が本当覚えてる中で一、うん、回も音楽以外の仕事をしてこなかったしてなかったのねお母さんが。かっこいい。<laughs> そうだから本当一人親で、うん、なんかね普通に子供生まれたらさ、うん、いろいろお金かかってさ、うん、大変なはずなのに、うん、やっぱり本当に。 あの音楽しか。本当にやってなくって。それだけで私を育ててくれた。だからやっぱりなんだろう。まあそこで一つの私もなんで、なんだろう、その。音楽だけやって、生きていくっていうことへの、まず。うん、まあ肯定というか、可能性を。やっぱり。そ,うね、もうその神を持って、多分教えてもらったし。なんか、なんか本当。それこそ執着で、うん。 執着とまあそのこだわりと、うん、まあだからやっぱこだわり持ってるから、まあ、いい音楽を生み出して周りからも支持されるわけだしうん、うん、なんかそれでちょっとまあ子供を産んで音楽から離れる時があったとしても、うん、やっぱり呼び戻してくれる誰かが必ずいるわけじゃんそうやってこだわり持って音楽やってるからこそ。うんうん、それをやっぱり 身をもって教えてもらったかなっていうのが確かに背中見てるそうだねそれがすごいなって思うかっこいいアーティストとしてなるほどねでその小学生の時にはずっと歌ってたわけだけどなんかなんだろういわゆる小学生の時ってそういう洋楽聴く人なんて周りに多分そんなにいないけど自分はもうこれがいいみたいなのがすごいなんかあったってことそうだね本当になんか 全然周りはいなかったんだけど、でも、あの、唯一私のすごい、あの、もう、ま、親友が、その、さっきの仕事紹介してくれた子もと同じなんだけど、ま、すごいほんと小学校で出会って、で、今でもすごい仲良しな親友がいて、で、その子もあの、アフリカとのミックスなんだけど、そう、その子がめちゃくちゃ洋楽好きで、なるほどね。そう、もう、だから二人で、なんか、 結構学校が私立ちで割となんか自由な学校だったんだけど、うん、あの学校のあのー、の後ろにさテレビがあってさ、でそこでなんか YouTube が確か見れたんだよね。あそ<な>すごい。な,ないや違うわ。DVD かな。<laughs> あの時代だからねなんだろう。でも本当休み時間とかのたびに、うん、デスニーズチャイルドの PV とか大音量で流して、で机の上でもう踊りながら歌うみたいなのをもう。<laughs> クラス巻き込んでやって私とその子が中心になっていかにももう今一番流行ってるのは洋楽みたいな感じのノリでそうだからその子とすごいなんかうん、うん、そういうなんか情報交換とかよくしてたしうん、うん、もう本当に文化祭で、うん、ビヨンセのシングルレディースっていう、うん、あの ダンス付きのね、なんか PV があるんだけどあれ完コピして文化祭で踊ったりとかあとハイスクールミュージカル分かる分かる分かるそうあれめっちゃ世代なんだけど周りにすごい同じファッションで洋楽好きな子もすごいいたからそうそうそういい環境すごい楽しかったじゃあもう遊ぶのが歌うことみたいな本当にそうだね なんかほんと授業中も歌ってたの <laughs> <laughs> で歌いだ急になんか歌いたくなる時あるじゃん。いきそう、あるあるいきなりでも授業中でも,もめっちゃなんか歌って。でもみんなもうあんま気にしてなかったね。今思うと、<laughs> そう、なんかそんな止められた記憶あんまりないかも。ちょっとすごい自由だね。なんか先生とかも何も言わず。ね、そう、ゆるかったね、だいぶ。結構じゃ楽しい、うんうん。もうなんかもう笑ってみてた気がする、みんな。<laughs> そうそうそう。 結構すごいいい環境でっていうか。そう、めちゃくちゃ自由にのびのびとやってたんだそ。そうだったね、小学校までは。中学校は本当に、そう、中学校から熊本に引っ越したんだけど、うんうん、めちゃくちゃあのー、 普通の、超田舎の普通の公立に入って、うんうん、だからもちろん授業中歌うとかはできなかったんだけど、<laughs> そうそうそう、でもまあなんかそ、うん、それはそれで楽しかったかな、うんなんか。目立つのがすごいいいみたいな、目立つのがいいっていうか、うなんだろうな、目立、私自身すごい目立ちたがり屋なんだけど、うんうん、それが割となんか、あの、 自然にできるのが小学校時代だっからんん、うん、なんか本当個性が、うん、あ,のあるのが、うん、個性があるのが普通みたいなそうそうそう。っていう感じだったけど、まあ、中学校はどっちかというと本当にだから一個のなんかそういう基準があってうん、うん、そこにみんな合わせるのがなんかセオリーみたいな感じだったからそこが一番違う か,かなそれはさなんか自分的にどうやって崩していったみたいなのある、うん、合わせることに対してそうだねでもとりあえずでも最初めちゃくちゃ合わせた、うん、<laughs> そう,なん,だ <laughs> そうなんかなんならなんか本当にさっきも言ったけど、うん、結構私なんか環境が変わることがあんまり嫌いじゃなくてほ、うん、本当に自分の本質的なところは、うん、なんかあの、まあ、変えたいとは思わないんだけど。うん なんかそういういだから全然異世界に来ちゃった感じだったのね<ー>最初は、ねそう。けどなんか意外とそれを結構楽しんでてだからなんかあのすごいなんか環境に合わせることが意外とあんまり苦じゃないからすごいなんかあのな染もうとしてたっていうか、えー、すごいなんか寄せていってた。 全然。な,ね、なんか J-POP も一通り、なんかチャート10位ぐらいまでチェックして、<laughs> でカラオケでは歌う,歌うみたいな。あ、すごい。そう、けど、なんか、あの、洋楽好きな友達、うんうん、な学校じゃない友達と行く時とかは、自分の好きな歌を歌うみたいな。うん、なんか結構そういう、なんか使い分け。うん。キャラだもんそうそうそう。なんか両方、両方自分だし、うんうん まあど,っちどっちを選ぶかって言ったら、うん、やっぱまああのなんだろうまあもうほんと幼少期から大事にしに、うん、そっちを選ぶけど、うん、なんか本当に中学の3年間は、うん、なんかそうやって普通になること、うん、みんなと同じで普通になることをすごい楽しんでたっていうかそうそうそう結構ねそれを全力でやってた、えー、じゃあ苦じゃなかったんだ <laughs> そ,うそうだねなんか本当楽しかった。 でも多分その自分のなんかのなんかぶれないところがあるっていうのが分かってたからかもしれないよね。どううなんだろうねでも一個思うのは、うん、私お母さんがだからすごいなんかまあ世間的にはすごいだから変わってる人だから、うん、<laughs> ファッションとか、うん、まあ仕事とか考え方とかがすごいあの全然なんていうの日本の常識に準じてないから、うん、<laughs> 本当に。 まあそれは小学校にいる時からも感じるぐらい、そんな自由な小学校でも感じるぐらい、やっぱそれがあったから、なんか、なんだろ、う意外とそれ慣れてたっていうか、もうその、まあなんか世間の常識の一般的な感じと、あの、もう一個世界があるっていうのは、そうすごい分かって、そうで、私的にもなんか、どっちを選ぶっていうよりは、なんか本当にその場に応じて、なんか、 器用に使い分けんか,だから自分が居心地いいように変にそこと戦うっていうよりはちょっと寄せてってうん、うん、でもまあ自分の、まああのー、好きなことをしたいときはそっちをするみたいな割となんかそこを冷静に見るく、うんるね、多分ねこういう。 こういうっていうか、そう、うん、私みたいな親にのもとに生まれた子は多分みんな持ってるんだよね。<laughs> その使い分けみたいな。なね、そう、学校ではちょっとちゃんとしてみたいな。<laughs> で、そう、なんか、そうそう、結構ね、そこをね、面白いそう,そうそう、なんか、だから、もう一個の自分として、割となんか、楽しめて、<laughs> うんうん そうそうそうどっちが悪いとか別にないしねそう本当にそれをんか自然に学んでっちゃうんだよねそうんかそういう感じだっただからどっちも否定し合わずにみたいなそうんかね本んだからみんな選べるといいよねどっちかの世界しか知らない子がやっぱ多いじゃん私みたいに両方知ってると結構なんか 冷静に見れるし、確かに受け流される<う>流せる場合もあるし、そう,そうそうそう。し、なんかなんだろうすごい音楽作る時もすごいこだわってるのが、うん、なんだろう偏った人だけに、うん、あの届 聞ける音楽じゃなくて、うん、本当にもうみんなに聴いてほしいからうん、うん、そういうライフスタイルとか、うん、まあ考え方とかが違う人たち、うん、もうそういうの関係なくみんな聴けるうん、うん、音楽のコアなファンとかじゃなくてもっていうのをすごい作る時に考えてるんだけどそれができるようになったのも、うん、やっぱりそういう本当に全然違う環境にいろいろ住んでた。 かかからななっっっててて思すごい良たああその時の経験がねそうそうそう本当偏った音楽にならないと思うからそうだね確かにどっちも知ってるとそうそうんか本当小学校の同級生とか中学校の同級生とか本当普段は j ポ p o p とかしか聴かない子たちも私の曲この曲好きとかそう言ってくれたりとかそうそうそうすごいそうやってた時に。 そういう時になんか喜びを感じ確かにね中学校はそういう感じ生活して高校に入ってどんな感じだから吹奏楽やってたのよあれは中学の時そうなんか始めたのは中学なのね中学の時から部活動で音楽また音楽部って名前が入ってて一応だから吹奏楽部の 部活に中学から入ってたんだけど、ま、高校その私が育った何、うん、だっけ中学うん、うん、中学の時に引っ越した場所が玉名っていう、うん、熊本の玉名っていうところなんだけどうん、うん、高校もその近くに玉名女子高校っていう同じ地域の女子校があって。うんうん で最初は制服が可愛いっていう理,理由で選んだのね何個かあったんだけど高で一番制服可愛いのが玉名女子高校だったから玉女、うん、選んでで,、うん、でも玉女の吹奏楽部って、うん、もうあの全国で毎年金賞を取ってる、うんうんね、めちゃくちゃ強豪校で。 私たちも中学の時に、合同練習とかで。そうそう、来てくれたりして。そう、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 そのう、そう、そう、すごい環境だね。だから、関わり合いとかはあったんだけど。もう、だから、本当、あの、雲の上の、まあ、うちらとは、そ本当、世界違うなみたいな。そこまで本気で、そう、楽器をやる覚悟っていうか、もう、本当に。もう、すごすぎて、なんか、本当に、いや、絶対、たまじょは無理みたいな感じだったんだけど。 まあでも本当にだからめちゃくちゃ憧れてる存在で「笑っていいとも」とかに出ててちょ,っとそうちょっと本当10年前ぐらいのあれかなその私が中学の時で10年前ぐらいだから結構昔の「笑っていいとも」とかにも出ててそれ見てそれも見てなんかすごい。 もう、なもう泣いたりとか、<laughs> マジでかっこいい、この、なんか本当に憧れのお姉さんたちみたいな。自分がまさかその中に入る勇気とか書くかは全然なくって、うんうん、もう本当世界が違う人たちっていう感じだったんだけど、しま、うん、私がやりたいのは歌だしな、みたいな。うんうん、そうそうそう。うんうん、そこは変わってなかったから、うん、あれだったんだけど、なんか成り行きで入ることになって、そう,そう,そう、ね。<laughs> <laughs> 本当、吹奏楽に入るつもりは全然なく、制服で決めたんだけど、うん、なんかたまたまちょっと私、成績が良くって、うんうん、入試でなんか、かなり上位に入っちゃって、なんか、勉強の特待生になれますみたいなのを言われて、なんか入試の結果でで。 なそのまあそれでさ学費が減るからめちゃくちゃいいじゃん確かでもその代わり月に何回勉強会とあと模範生でいなきゃいけないからもう本当ねその規則破れないその服装的な面とかでもさあれみたいな私結構高校はめちゃくちゃ遊びたかったからそのハンドもあるしそう中学がすごいさ真面目に頑張ったからけど えなんかこの絵でちょっとねそのちょっと中途半端な感じに真面目になるよりはうん、うん、じゃあまたなんかもうそういうなんか全力で没頭する高校3年間も悪くないかもなみたいなどうせそれでさなんかちょっとね <laughs> 羽ばたけずにちょっとつながれたまま <laughs> うん、うん、でも適当に高校時代過ごすよりはなんか。うん まあ本当にすごい心から憧れてた人たちだったから、うん、もう今でも一番一番なんか高校の中でうまいって思ってるしうま、ん、いを超えたやっぱりすごいパワーがあって、うん、本当に先輩たちとか後輩もすごい頑張ってるけど、うんうん、だからまあそういう感じでねなんかそういう一種 <laughs> そういうなんか <laughs> 変な私の。 なんか手を抜きたくないっていう変ななんかそうそうそこでなんかもう,い、ね、もうじゃあ入ろうみたいな<う>思っちゃってなるほどねで入ってうん、うん、でもうもうほんと夜中まで練習あるから、うん、高校生なのにそうまあ夜中って言っても9時とかなんだけどでも結構遅いもん遅いから、ね、そうそうそうで高校から家まで割とほんと 田舎だからさ結構距離あってしかもバスとかもさもう全然ないそう週スとかめちゃくちゃ早いからまあ夜中に本当チャリで1時間ぐらいをあのね十10時ぐらいにさもんと人影少ないところを通わなきゃいけないってなってそれで親が「やるんだったら寮に入りなさい」って言われて。 今じゃ入るかみたいな<ー>でだから高校最初はだから通おうと思ってたんだけど<ー>通ってたんだけど、うん、途中からそのもう部活をもう続けたいってなって、うん、寮に入って、うん、でもうで3年間、うん、ほんとお休みはお正月だけお、うんえー、正月の3日間と、うん、あお正月の4日間だ4日まで休みで。うんうんうん 4日の午後か5日ぐらいからもう練習スタートみたいな感じのなんか本当に3年間朝から晩まで楽器楽器と向き合う日々みたいなで,でもまあそのおかげでなんかそう全国大会であのそう毎年金賞とかそう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 ,そういうなんかすごい本当にかけがえのない経験ができたんだけどだ本当に。 高校はもう一言で表すなら吹奏楽<ー>もう本当になんか寝ても覚めても楽器みたいな感じで本当に楽器にもう全神経をもう注いで向き合った3年間だった中学の時からトロンボーンだったのそう な,なんでトンンボーンをさ選んだのそののそ時中学の時あでもね中学の時は最初トランペットがやりたくて「トランペットがいいです」って言ったんだけど、うん、なんか一緒に入った同級生の女の子がいて、うん、その子がトランペットが、うん、その子もトランペットがいいって言っててあ、まあ、やりたいねトランペットを。でなんかまあその子はなんかほんと結構。うん 本当に理由があってトランペットやりたい感じだったからじゃ譲ろうかなみたいな感じででトロンもんンで高校でちょっと変えようかなって思ったんだけどまあなんか強豪だし変えたら大変かなと思ってそのままトロンボンすごいなんか本当っと緩いがあるからでもすごい緩い理由。本当はなんか サックスとトロンボーンって結構ね、うん、なんかねあんまりすごいなんかそういう10代の時とかに飛びつくような楽器じゃないじゃな、うん、いてない <laughs> <laughs> だから私は何でトロンボーンなんだろうなってすごいずっと思ってたの。ううん、なんかほんとだから今になってはほんとよかったよね。やっぱレゲエの中でトロンボーンってすごい必要不可欠な楽器だし。 なんかか本当によかったしだから本当高校になってめちゃくちゃ楽器と向き合うようになって、うん、本当ににンンが好きになったうも,うもう本当にだからそうそうそうえでもさ結構厳しそうだけどさ、うん、途中でなんかもう投げ出したいみたいなこととかって思わなかった、うん、いやもうねあの教もう同級生と教室の中で、うん。<laughs> うん もう一生やめたいってずっと言ってた。<laughs> もうマジ。えー、もう本当やめたいしか言ってないかもってくらい、えー、もうなんか本当に、特に、い、いやでも本当になんかそういう一つのことと向き合うって、うん、めちゃくちゃもう気が狂いそうになる。うん、なんか本当私、うん、し、楽器ってやっぱ本当難しいから、うん、なんかもう本当に すごい繊細だし、うん、すごい奥が深いから、うん、本当になんか毎日練習してても、下手になったりすんの。うん、<laughs> 本当に。<laughs> そゃんと気持ちとかもあるし。でそ,うそうそうそう。で、なんか先輩とか先生もすごい厳しかったし、うん、本当になんか、もうみんなでずっと同級生とやめたいねって言いながらも一生懸命頑張るみたいな。うんうん、でも本当になんか、どうしてもそんなになんか、 辛い思いしてもやっぱどん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 楽器とか吹奏楽が好きになるわけねもう私だけじゃなくてものみんな本当にだからなんだろう本当になんかあそこまで情熱持って向き合うもや好きでやってるっていうのは本当に歌以来の情熱っていうか本当になんか なんだろう音楽の吹奏楽の魅力に飲み込まれてた3年間だし一番本当にかけがえのないって思えるのは3年間同じ屋根の下で同じ釜の飯食って過ごした同級生がいるんだけど30人ぐらい同級生いたんだけど部活の中の。 なんだけからなんか本当にもう私一人っ子なんだけど、うん、もう本当に初めて兄弟ができた感覚姉妹みんな本当にでまあ後輩とかも本当に自分の実の妹みたいな感じだし、うん、で先輩も本当にねえ実の妹みたいにもうほんと厳しく時には優しくもう面倒見てくれたしだから本当になんか何でも言えるし、うん、もうどんな自分でも見せれる、うん、なんか。 本当一生の友達っていうのがやっぱその部活の同級生、えー、すごいいい仲間に出会ってるそうだからなんかまあその全国大会で金賞取れたっていうとこよりもなんかそういうかけがえのない仲間と出会えたっていうのが一番,、うん一番 よかったかな。し、まあだから、そうやって3年間超トロンボーンと向き合ったおかげで、うんうん、ダブステにも、そうだよね。そうそうそう、入れたし、で、今もね、朝運動で、ね、うん、トロンボーン吹いてるし、うんうん、ダブステでも吹いてるし。うんうんね、だから、本当今は毎,毎日みたいな、現役時代のさ、うんうん、ほどは練習できてないけど、それでもなんとか吹けるのって、その蓄積が本当に、うん、そう、朝から晩まで吹いてたおかげで、 今もなんかね、本当はもっと練習したいんだけど、なんかどうにかやれてるから、そう、本当になんか大変だったけど、そこをなんか本当、越えなきゃ見えない景色を見れた3年間だった。説得力あるわ。もう限界を超えた、もうごい。逃げ出す子とかいっぱいいたし、そう、みんな結構県外から来てて、もうそういう有名なさ、高校だから。 本当にいきなり学校帰り消えてうん、うん、熊本のさ学校だったんだけど、うん、あのもう今あの群,群馬に群馬の駅で目撃されたみたいな。あ、うん、<laughs> <laughs> 逃げたなみたいな。結構すごいね。そうそうそう本当にいやあの経験は、うん、なんか自分の子供に、うん、なんかやれとは言わないけど大変だからうん、うん、本当にやりたければやってって思うけど、うん、でも本当になんか。 どこでもなんか本当に経験できることじゃないし、得れるものじゃないものを得れたから、うんうんうん、今なんか、なんか本ほ当んほんちょっとやそっとじゃ全然、うん、あああなんか動じないのはああ、やっぱその3年間逃げずに頑張ったからだなみたいなた。よくできるよ。 もうゃんとにでも今から思うと全部だからそういうもうガイダンスじゃないけど入るべくして入ったんだなみたいな、うん、本当今の音楽活動にそのままつながってるから思うけどなんか理由は安易だってねほそうそうそうそっからえそれで高校はそれで過ごして、うん ニューヨーヨクに行くんでした卒業してまずまあ普通に就職して、うん、でそうでもその時からとりあえず海外行きたいうん、うん、ニューヨーク行きたいっていうのがあってうん、うん、だからもうお金貯めるためにも一旦就職みたいな感じで,うん、うん、でもうだから本当ひたすらお金貯めて 1> うん、うん、で1年半ぐらいで。うん 100万ちょっとぐらい貯めて、うん、まあギリギリ行けるぐらいの金うん、うん、で貯めてすぐ貯まってすぐ仕事辞めて、うん、でまあでも本当ビザとかは長くと、うん、もう取る方法とかも分かんなかったしまあちょっとねいろいろ難しかったから、うん、とりあえず3ヶ月ビザ限界の3ヶ月ニューヨーク行こうと思って仕事辞めてうん、うん、でちょうどその行くちょっと前に。うん あの日本で知り合った、うん、あの音楽仲間の子たちがいてうん、うん、でその子たちがジャマイカに住んでてだからまあその時から本当にちょっとダブステとかやらせてもらってたからうん、うん、やっぱすごいレゲエを勉強したいなっていう気持ちがあってでじゃあニューヨークとさジャマイカ結構近いから、うん、あじゃあ最初の3週間ジャマイカ行ってその後ニューヨーク行こうみたいな感じでうん、うん、そう,なんだそうで2カ国行ってで帰ってきてみたいな。 えでもさ高校卒業してもう働こうみたいなのをすぐ思ったってこと、うん、あんでもねそれは決めてたっていうかとりあえず、うん、なんかそのマシンガーになるっていう目標は変わってなかったから、うん、その吹奏楽ひたすらやってもそう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 ,もうそうそうそう何なら本当に卒業したら楽器はやめるつもりだったのえそんなやったのにそうななんんかか本当に私 <laughs> なんかね、うん 今もこうやって本当にやらせてもらってるけど、別に全然うまい方じゃなくないから、なんか本当に、ねなんかしかもちゃんともう楽器やることが新鮮すぎて、本当にその高校3年間の感覚的にはもうなんか、マジでちゃんと向き合って毎日練習して、やっと楽器は吹くものみたいな、やっぱそういう感じだったから、 本当になんかまあ私別にそんな上手くないし、うん、だから別に続けるなんか続けないつもりだったの。うん、けど本当にこうやってありがたくなんか声かけてもらってうん、うん、でじゃああのじゃあもう一回向き合おうみたいな感じでうん、うん、そうそう今もやらせてもらってんだけど。うんうん、ニューヨークにいた3ヶ月間はひたすらオープンマイクのバーに通ってて。 なんか自信があったんだよね、い。<laughs> <laughs> 歌聴いて、うまくいった時はみんな態度が変わるレゲエをやりたいっていうミュージシャンで、うんうん、本当になかなかいなくて、特に同年代。うんうん、4人揃うまでに結構時間かかって、うんうん、で始めたのが3年前ぐらいかな。うんうん、そう、アサウンドっていう名前をつけて、うんうん、そう綺麗な自分だけ見せるんじゃなくて、ありのままが人間らしくて、私はそう行きたいみたいな。うん、私も元は本当にすごい自信がなくって、 今は本当に自分のこと大好きになれるタイミングが絶対に来るから、うん、で私はやっぱそのきっかけの一つに歌を通してなれたらいいなって思ってて。